こんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪市東淀川区阪急電車京都線の淡路駅に来ております。この淡路駅周辺の連続立体交差事業の状況を取材します。どうぞご覧ください。阪急電車を重曹方面ですねに進んでおります。この辺り前とそんな変わってないですね。向こう側に阪急京都線の橋梁ですね、見えております。こちらが淡路駅方面ですね。学童踏切道に到着しました。この学童踏切道ですね、踏切の上を越えていく、橋桁渡されてますね。これは前回の取材時にはなかったですね。橋脚がこんなで一つできてんの。すごいな。こちらが天神橋、大阪市内方面ですね。橋脚の建設が行われておりますね。大宮通り踏切から撮影しております。阪急千里線国島駅に到着しました。国島踏切で撮影しております。もうすぐ行くと淀川になります。今淀川にかかる橋梁を電車が渡っております。この辺りで淡路駅周辺の連続立体交差事業の千里線の南方面ですね、大阪市方面の工事の終わりの地点になります。阪急千里線線路の西側ですねを淡路駅方面、国島駅方面に戻っております。淀川キリスト教病院に到着しました。こちらが国島駅ですね。ここを左にですね進んでいきます。淀川キリスト教沿いのところ左に曲がって阪急京都線ですねに来ております。飛鳥橋踏切道ですねを通過していきます。阪急京都線ですね、南方重曹方面を撮影しております。この辺りではですね、この前の道路、もともと片道2車線4車線の道路だったのを半分の2車線にしてですね、でこの今走っているところが仮線ですね。仮の線路が施設されて、そのまた向こう側に今高架が建築されておる架線方式、仮線方式でですね工事が施工されております。でこのもうちょっと向こう南方の駅の手前ぐらいで、淡路駅周辺の連続立体交差事業の京都線の重曹方面の工事の終わりの地点になります。鉄道工事中、京都線千里線淡路駅周辺連続立体交差事業工事第1工区、2012年3月29日から2027年3月31日まで。阪急京都線総前寺駅に到着しました。大宮通り踏切から総前寺駅
十三方面を撮影しております。この踏切ぐらいからですね、施工方式が仮線方式からですね、線路の真上に高架が建設される直上施工方式に変更になっております。鉄道の高架化工事を行っています。2027年3月31日まで。これは直上施工機が、ずっとこの位置にあるでありますね。あんまりこの辺りは工事が進んでないようですね。淡路に駅にかけて直上方式での施工方式で工事が行われております。この辺りは橋脚ですねの建設工事が行われております。原海踏切を過ぎるとこの辺りも、施工方式は直上方式で変わらないんですけど、この上にですね、もうさらに橋脚建築のみならず上に高架本体の建設が進められております。高架化工事完了しましたらですね、ここに大きな道路が通されて向こう側と連絡が良くなりますね。市小川踏切道に到着しました。この辺りはですね、阪急の京都線と阪急の千里線がですね、ちょうど合流するあたりになります。阪急淡路駅の高架駅のこちら壁面が設置が行われておりますね。ずっとコンクリートむき出しあったのが、壁がですね設置されております。阪急淡路駅ですね、西改札口に到着しました。阪急千里線のですね、JR 大阪東線を越えていく巨大な、橋梁になりますね。こちらが淡路駅方面です。 JR の大阪東線の、高架の下を通過していきます。阪急千里線の淡路駅から下新庄駅の間もですね、線路の上に上にですね、高架が建設される直上施工方式で工事が行われております。まもなくですね、東海道新幹線の高架の上を越えていきます。その関係でですね、この辺りの高架の高さが、通常よりもちょっと高めにね建設されております。東海道新幹線の高架を下を進んでいきます。阪急千里線の高架はこの東海道新幹線の高架を越えて北千里方面に進んでいきます。阪急千里線下新庄駅の、裏手ですね、西側を、北千里方面に行けて進んでおります。下新庄踏切から下新庄駅、淡路駅方面を見ております。下新庄踏切から北千里方面、北の方向を撮影しております。阪急千里線ですね、北方面、北千里の方に進んでおります。もうすぐ行きましたら、関西川に到着します。関西川に架かる橋梁ですね、押し出し施工方式で行われておりますけど、だいぶね前回の取材に比べて工事が進んでおりますね。
この色が先端部分になるんですけど、これがだいぶね、淡路駅方面に、進んでおります。こちらが下新町駅方面ですね。神崎川にかかる橋梁の工事ですね。まあ、橋桁がもう少しでこちら対岸に到着しますね。向こう岸から押し出し方式でですね、橋桁どん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 押し出してですね、この緑色のがこの先端の部分になるんですけど、これがもう少しで、こちらの対岸の高架に着地するような、そんなところまで来ておりますね。こっちがね、北千里方面、北の方向になります。神崎川を越えております。まあ、関西海にかかる新しい橋梁ですね。もうかなり完成してきておりますね。手前が新しい、まあ、本線の高架ですね。で、向こう側は今電車が走っておる橋梁は、これ仮線の仮の橋梁になります。まあ、橋脚を見ていただいたら分かりますけど、ちょっと心もとない、まあ、仮の橋脚ということですね。四川神崎川北踏切道に到着しました。こちらが神崎川下新城駅淡路方面を見ております。こちら北千里方面を撮影しております。この辺りからだんだんですね、高架の高さが低くなりまして、少し向こうで、まあ、本線、まあ、仮線ですけど、右側の線路と合流します。淡路駅周辺の連続立体交差事業ですね、千里線の北方面の終わりの地点がこの辺りになります。阪急千里線下新城駅の東口かなに到着しました。鉄道工事中、平成29年6月11日から令和9年3月31日まで、阪急千里線ですね、淡路駅と下新城駅の間は現在の線路の上に高架が建設される直上施工方式にて工事が進められております。だいぶこの辺りはですね、橋脚の建設も終わって、その上に、高架本体の設置工事が行われておりますね。高架、東海道新幹線の高架が見えます。こちらが阪急の京都線の高架になります。 JR の大阪東線の高架をね、越えていきます。こちらが阪急千里線の、橋梁ですね。どちらも JR の大阪東線を越えていきます。北陽踏切に到着しました。阪急京都線ですね、淡路駅方面を撮影しております。こちらが阪急京都線の高架ですね、亀新城駅方面ですね、京都方面を撮影しております。阪急京都線亀新城駅方面、京都駅方面を撮影しております。もう少し行きましたらですね、淡路駅周辺の連続立体交差事業の京都線の京都方面の工事の終わりの地域区域になります。この辺では今橋脚高架の、まあ、建設工事も進んでおります。 JR 大阪東線 JR 淡路駅に到着しました。手前の緑の、まあ、橋梁が阪急の京都線のですね、新しい高架橋梁になりますね。大阪東の線路を越えてもう設置されております。で、その向こう側のあれは何色っていうのかな、
紺色になるのかな、が、阪急の千里線の橋梁ですねになります。阪急の淡路駅に戻ってきました。こちらですね、阪急の淡路駅にも中曽方面ですねの一部ですね、外壁が設置されておりますね。この辺りはまだコンクリートむき出しなんですけど、徐々にね進んできておりますね。そしたら取材これでぐらいで終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。